どうも、マサダイです。日曜日ということで、マサダイ日曜からどうでもいい。今週のどうでもいい話はですね、もうついに7月です。7月です。そう、7月に入りましたよ。夏ですね。雨もやがてやんで、胸騒ぐ7月。いやー、夏が来ましたね。猛暑ですよ、猛暑。7月に入ったということでも夏です。だけど俺は外に出ない、基本それが俺のスタイルです。まあ心の中ではね、あの水着のお姉ちゃんとかまあしたいけどしたいけど、自分の部屋でさ、クーラーかけてゲームやってた方が楽しいよねってことをね、繰り返してると今季逃すんだよ。最近ちょっとね、なんか焦ってる、まだ20代前半だし、結婚とかね、考えなくていいかなって思ってるんだけど、そういう考えでいるとね、あっという間に40歳とかになってんだよ。俺のね、細胞がね、焦り始めてるってな。だいぶ脱線したね、ちょっと夏から急に結婚の話に飛んじゃったね皆さんはね、7月どう過ごすんでしょうかね。まあ聞くほどでもないしね、俺他人に興味ないからさ。だからね、あの他人に問いかけてもね、別に俺はあそうですかっていうよかったですね、はいっていうぐらいで終わっちゃうんだよね。ごめんね、問いかけたのに興味ねえんだよ本当俺。まあ皆さんはね、僕みたいにクーラーの効いた部屋でずっとゲームなんかしてるよりも、祭り、海、BBQ とかね、行って夏を楽しんでください。その方がよっぽど健全だぜ。俺不健全。俺みたいになるな。それだけは言っとく。これからね、ちょっと行ったら7月下旬に入ってね、学生たちも夏休みということでね、ぜひ夏を楽しんでくれ。俺はそれしか言えない。青春は一度きりです。それじゃあまた来週、バイバイ。